こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。韓国の一連の輸出規制についてムン・ジェイン大統領がとうとう日本に決戦宣言をしたそうですよ。今回は決戦宣言のニュースと韓国国民の反応をお送りしますね。私が独学で学んだものですので、間違い等がありましたらぜひコメントくださいね。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご覧ください。まずはニュースの詳細です。ムン・ジェイン大統領は15日大統領府で首席補佐官会議を主催し、日本が今回前例のない過去の問題を経済問題と連携させたのは、両国関係の発展と歴史に逆行する非常に賢明ではない仕打ちだと指摘した。最終的には日本経済に大きな被害がいくことを警告しておくと付け加えた。ムン大統領は日本政府の今回の措置は韓国経済の革新の競争力ある半導体材料の輸出制限から始めたという点に注目せざるを得ないとし、これは経済が一段階高い成長を図っている時期に成長を妨げているのも同然だと語り、続いて日本の意図がそこにあるなら決して成功しないだろうと非常に断固として日本を批判した。また南北関係の発展と平和のために総力を尽くす政府に対する重大な挑戦とし、日本政府は一方的な圧迫を収め、今からでも外交的解決の場に戻ってくることを願うと述べた。続けて輸出規制は半世紀の間蓄積してきた韓日経済協力の枠組みを破るだろうと指摘し、続いて制限措置を厳重に眺めるしかない理由がそこにあると付け加えた。このような発言は先週より一層水位が高くなり、8日今回の規制と関連して初めての公式対応をし、韓国企業に被害が実際に発生した場合政府も必要な対応をせざるを得ないとの立場を表明した。また日本の措置が国際法的にも正当性を欠いているという点を迂回的に指摘した。続いて輸出制限措置は自国産業の被害を防ぐための通常の保護貿易措置とは方法も目的も違うと批判し、続いて韓国企業が一時的に困難になるが、我々は過去の複数回全国民の団結した力で克服したように今回も困難を乗り越えるだろうと述べた。またむしろ日本との製造業の分業システムへの信頼を砕いて、日本の素材部品危機への依存から脱して輸入先を多様化したり国産化の道を歩いていくだろうと強調した。大統領府は日本が定めた第三国仲裁委員会の要求も事実上拒否するという立場であることが分かった。日本は18日までに仲裁員に応じることを要請してきたが、韓国政府はこの期限までに回答をしない可能性が高い。政府は韓日両国間の問題は原則として当事者が解決していくという次元で、このような立場を堅持する見込みだ。それでは韓国国民の反応です。何に決戦するのか？国民扇動？日本が好きで協力するのではなく、日本との協力が国益に役立つから必要なのだ。それが外交だ。人口も半分で、GDP も国土も小さく、国際的にも影響力が小さい国が、挑戦という表現を使うのは正しいのか？興味深いコメント内容でしたね。ムン大統領は韓国国民の意思を分かっているのでしょうか？本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。